タイ南部にあるプーケットゾウ保護施設。そこは傷ついたゾウたちが集まる場所です。体や心に傷を抱えるゾウたちを回復させるため、スタッフはみんな心を砕いているのです。そんな施設にまた一頭のゾウがやってきました。彼女は眠ることができないほど深く心を病んでしまっていたのです。タイの人々にとって身近な動物であるゾウ、彼らは昔からタイの人たちの暮らしを支え、今も親しまれています。けれど、ゾウの数が多いということは、それだけ年老いたゾウや傷ついたゾウもいるということです。タイにはゾウの保護施設がいくつも存在しているのです。プーケットゾウ保護施設にも様々なゾウが暮らしていました。盲目のゾウガウタや年老いて弱っているドッグガウなどが、スタッフの力を借りて疲れた体を休めながら毎日を送っていたのです。そしてある日、メスのゾウバーンヤンがやってきました。彼女はすでに50歳、20年間エレファントキャンプと呼ばれる場所で働き続けてきたバーンヤン。そこはゾウ乗り体験を楽しめる観光スポット。けれど、バーンヤンはその場所で体も心も深く傷つけられてしまいました。子ゾウを産むことを強制され続けたバーンヤン、無理に子供を産まされ続け、オスのゾウから怪我をさせられてきた彼女は、初めて会うゾウを激しく警戒します。これまであまりにも辛い目に遭ってきたせいで、バーンヤンは怯えきっていました。プーケットゾウ保護施設に来てからも1週間もの間全く眠ることができなかったのです。心を激しく病んでいたバーンヤン、横たわることも一切せず、うつ病であることは明らかでした。あまりにも弱っている彼女を救うため、点滴も施されます。そしてスタッフは懸命に彼女のお世話を続けました。治療の手助けはもちろん、心が少しでも回復するようたくさん声をかけていきます。そしてバーンヤンを心配していたのはスタッフだけではありません。高齢のゾウドッグガウが彼女に寄り添う姿勢を見せたのです。実はドッグガウ自身もとても弱っていて、バーンヤンがやってくるまではスタッフが最も気にかけていたゾウのうちの一頭でした。けれど、長く生きてきたドッグガウはバーンヤンの心の傷に気がついたようです。手を差し伸べる代わりにそっと鼻を伸ばし、バーンヤンに触れました。そんな仲間の優しさが少しずつ彼女の心を溶かしていきます。そして施設のスタッフたちはクリスマスに素晴らしい奇跡を目にします。心の元気をかなり取り戻したバーンヤンは、盲目のガウタとゆったり時間を過ごし、穏やかな表情を見せるようになったのです。それは眠ることもできなかった彼女にとって大きな変化でした。スタッフたちに笑顔が浮かびます。これからもバーンヤンは周りの助けを借りながら少しずつ元気になっていくでしょう。たくさんの優しさに触れ、彼女が笑顔を取り戻してくれるようスタッフみんなが願っています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。